よし、取っていくよ。そのハサミか、ハサミをね、今から取りに行きます。なに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 、ここは試練の塔にゃ。あちこちに仕掛けがあって、一筋縄にゃいかないにゃ。暗いな。こいつは猫の直感だが、あの鎧は匂うにゃ。ヘッドはこんな風に隠れてたりもするんだにゃ。ほんとや、コウモリ。ヘッドが隠れてるのはヘッドコットの中だけじゃないにゃ。まめにあちこち探すことが大事なのにゃ。オッケー。これ協力プレイやったらどうなるんだろうね。この猫とこのキャラクターってなるんかな、動かすのは。それ見てみたいな。それともキャラクター、うわぁ、おいおいおい、キャラクターが2人みたいになるんかな。あ、なんかなんか出てきた。で、2階か。松明つけると、よし。ここなんだ、これ違うな。でもここ下になんか書いてあるけど、あ、ネズミ。チッチッチッチチッ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 。ああ、ああ、全部骸骨ヘッドにしてしまった。最悪や。ラッキー3。これこれでいいんかな。待って、これ猫で何もできんわ。よし、ほい。43か。100集めないかんのよね、星を。おお、誰かおるやん。え、出てこいよ。あ、すいません、すいません。あ、もうダメか。あんなんやられたらもっとね、やりたくなるよね。おお、松明、松明。何あの樽。よし、あ、なんかおる。うわあ、牛か。ここどうすんの。オッケー、危な。これは、お、雲か。雲これ、あ、違うな。これ牛が描かれとんか。ワンコ。なんなんだこれは。猿。うおお。おいおい、まずいにゃ。え、どうするんや。どでかい玉が転がってくるにゃ。あ、しゃがむにゃ。こうか。結構えげつないな。まだ命は。うわあ。よしよしよし。この樽が。いやでもね、本当誰でもできそうな簡単なアクションではあるよ。でもストーリーが結構良さそうだな。油カタブラ。油カタブラって懐かしいわ。おお、いい竜や。なんか凝ってあるな、いろいろ。あ、雲だ。雲ヘッド。よし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 。あの7っていうのが7期っていうことがある。今やってみたよ。なにこれ、うわ、
え、ボーナスステージ、ドンキーみたいな。巨大な雲にさらわれた空太郎でしたが、オーケー、なぜかバルーンになったのかな。攻撃してきました。あ、バルーンした。大雲はヘッドを見て、空太郎を何万匹もいる自分の子供の一人だと勘違いしたのです。めっちゃいいやん。え、あれどうやん、こうか、こう。あ、めっちゃむずい。もう一回右行って、いいよ、この調子。お、いや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 、これは僕にはね簡単にできるよ。こう、なんだこれ。よし、めっちゃこれボーナスステージやん。ほんともう100個たまるんやな。え、なに、おお、96、あっという間やな。任せんしゃい。危な、危な。おお、何これ、バナナや、バナナヘッド。おーおーおおお、滑る滑る滑る。お、むけた。シュールやなこれ。バナナの皮がむけるっていう、怖いわ。軽く怖かったよね、これ。囚われとる子供たちがなんか怖い顔してるよね。こっちか、なんかシャンデリアなんかありそうやな。やったにゃ、玉座の入り口にゃ。もうないか。ここまで来れたのは空太郎、お前が初めてにゃ。やろ。何かけて、私はあなたに命します。なんだ。ムーンベアキング。太陽の娘に何すんねん。こないな仕打ち、太陽派は許さへんよ。お待ちよ。もし太陽に気づかれたら、我々はどんな仕置きを。一人娘の姫君は我が支柱、太陽に手出しできるものか。そう、そうでございますよね。もちろんムーンベアキング様が太陽を恐れ敬う必要もございませんし。姫君には特別な部屋をご用意しました。ごゆるりとご滞在願いましょう。おー、姫君が関西弁やったのにはちょっとね、おや、気になったけど、解散。ムーンベアキングがカリバスの元から離れるとは。空太郎、お前はとてつもなく幸運にゃ。来た、ハサミ。お、我らの英雄の前に伝説のハサミである偉大なカリバスがそびえ立っていました。しかしカリバスはムーンベアキングの邪悪な力により生み出されたツルクサ、ダークプランツでがんじがらめになっていました。そいつがカリバス。これヘッド変えれるんや。かつて月の女神が手にしていた偉大なハサミだにゃ。そのものよ、前、運命をその手に。こいつはびっくりにゃ。いやいや、いい意味で。カリバスはお前さんを自分の使い手として選んだぞ。空太郎の運命にカリバスの持ち主に選ばれるという幸運が舞い込みました。しかしながら、同時に多くの不運も舞い込むことになるでしょう。なんなんだ。カリバスを手にした空太郎の最初の試練は監視する力の脱出でした。
めっちゃ切れるやん。しまった、閉じ込められちまった。このやり方こそが脱出の鍵。なるほどな、ジャンプ中に仕掛け。うまいこと言ったにゃ。ポイ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 、このまま行けば逃げ出せるにゃ。いい、ね、来た。面白いよねこれ、シンプルだけど面白い。さっきみたいな調子で次もどんどん頼むにゃ。いい感じで慣れてきたようだにゃ。気持ちいい。あ、バナーナ。よし、あとはこっち。 OK。 ハリバスを手放すにゃよ。何をするにもこいつの力が必要にゃ。待って、これはのんびりするにゃよ。やつが戻ったらまずいにゃ。よし、あ、同じヘッドでやるとあの星がたくさんもらえるのかな。こうか。よし、やるじゃないか。お、ボスか。なんやこれ、うわっ、これ切れんのかな。誰だ、俺のカリバスを盗んだのは。あ、ベアキングか。うん、ベアキング。監視装置はどうやってどうやってここに入り込んだ。このチビ、俺の部屋で何をしやがった。我がしもべよ、盗っ人をひっ捕らえろ。おお、闇の国で出てきた。めっちゃおるやん。怯え震える英雄へと迫ってきました。レクの体には捕らえられた子供たちの魂が封じ込められていたのです。よし、カット。よくやった、解放成功に。魂が、うわぁ、俺のヘッドを撃ち取ってやる。いいね。もし捕まえたら、お前もこいつらの仲間に。しもべたち、盗っ人を片付けろ。いいね。ほんとこれは誰にでもできるような簡単なアクションですね。しもべよ、すごいな。おっ、これボスか、もしかして。我らの英雄の力を奪い取ろうと現れた、なんだこの怪物ボロ。それはムーンベアキングの邪魔によって生み出された恐ろしい魔物の一つでした。あの炎に当たる怪物からの食らうんやろうな。クータローは生まれて初めての恐怖を克服しなければなりませんでした。よし、よし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 、またか。激しさを増す戦いの最中、命の危険を思いをしながらも無我夢中で風中でヘッドを取るし続けたのでした。よしよし、いいぞ。倒した。おお、おらおら、いいね。あとこれ、あとこれか。いけ。よし、クータローは怪物退治を成し遂げました。おー、伝説のカリバスをその手に冒険物語の最初の一歩を踏み出したのです。王冠ヘッドを手に入れた。これ勇者や。少年は早くも逃げ出さなければなりませんでした。残酷な暴君が迫っていたのです。タイガー。はい。あのチビはどこだ。まだ遠くには行ってはいないはずであります。きっとこのすぐ近くに。ここにはおらん。そしてなぜお前はここにいる。早く盗っ人を探せ。さもないとお前の替えを探す。およ、お怒りをお鎮めください。万事私めが勝利いたします。他にお困りの方は、肩をお揉みしましょうか。温かいミルクはいかが。よくやったにゃ、クー太郎。こんなにうまくやったのはお前が初めてだ。またか。魔女の元へ戻るのにゃ。何をためらってるんだにゃ。あれ、早くしないとデクたちに見つかってムーンベアキングに八つ裂きにされちまうぞ。
いやー面白いな。風太郎はカリバスと共に恐ろしい怪物を倒し、閉じ込められていた全ての子供たちの魂を救い出しました。空太郎に助け出された魂が地球へ帰っていきます。26人。第一章。空太郎は、あ、第一章と第一幕か、舞台形式になってんだよね。じゃあこれやろうか。少年空太郎の冒険の旅、第一章第一幕。少年の魂は夢の中で魔法の月へさらわれてパペットの中へ。この物語の序幕をもう一度振り返ってご覧ください。あ、さっきのが第1幕やったんか。じゃあ次は第2幕っていうことかな。っていうことで、じゃあ今回はこんぐらいにしとこうかな。次はじゃあ第2幕から運命を切り開く魔法のハサミ、うん、カリバスを手に入れました。やっていきたいと思います。しかしそれは、ではでは、暴君ガチオツです。ムーンベアキングの知るところとなり、さて逃げ切れるでしょうか。そうだね、第2幕だね次は。ということで、お疲れ様でした。ガチョッツ。